どうも、くまです。今日はアクテリプスのプロダクトを紹介していきたいと思います。今回はソラナフーディを紹介してみます。実際手に取ってから1ヶ月私ソラナフーディ着用してみたんですけど、いわゆるですね、これアクテリプスが持つアウトドアプロダクトの印象とはやや異なっていて、かなりこれタウンユース向きな一着だというふうに感じています。で、昨今定着しているオーバーサイズ感を楽しめるプロダクトとなっているので、ぜひそんな部分も合わせて今回紹介していきたいと思います。それでは早速、行ってみましょう。はい、ということで紹介していきたいと思います。今日はこちらのソラナフーディーですね。ソラナフーディーは高い機能性と悪天候への耐性を備えた都市向けのフーディーになってます。以前私はですね、こちらの、はい、アトム LT フーディーですね。こちらを数ヶ月にわたって町と山で秋冬に使い込んだ様子を紹介してみました。で、今回紹介するソラナフーディーとはこれ同じフーディーなんですけど、全く特徴というか用途が異なってくるんですね。このソラナフーディーには袖口にプリントされているように、こちらですね、ゴアテックスインフィミニアムという素材が採用されています。このゴアテックスインフィミニアムプロダクトはですね、活動的でかつウェアとしての着やすさを重視したシリーズになってます。スペックだけを求めすぎず、単純に洋服の着心地が高まるようなイメージのラインですね。はい、今実際着てみましたが、このゴアテックスインフィミニアムプロダクトは活動的でかつウェアとしての着やすさを重視したシリーズになってます。単純にアークテリクスが持つ高いスペックだけを求めすぎず、洋服のですね、これ着心地、本当にこれ着心地いいんですよ。着心地が高まるようなイメージのラインとなってます。まあ、そのため街中のちょっとした移動時だったり、必ずしも 100% 防水性を必要としないようなシーンを想定して作られてます。通常のゴアテックシリーズがアウトドアでの安全性や機能性をしっかり担保してくれるのとは別に、ある程度ですね、これ日常使いに便利な機能性を有していながら、あくまでこれは日常着として快適性を追求された作りになってます。そんな分類のイメージですね。これがゴアテックスインフィミニアムを用いたラインの特徴になってますね。はい、ゴアテックスといえばですね、皆さんご存知の通り防水性と透湿が本当に抜群というイメージなんですけど、このゴアテックスインフィミニアムラインはですね、あえて防水性に重きを置いてないんですね。そんな珍しいアプローチが印象的なシリーズです。ゴアテックスが防水性を保っていられるのはレイヤー内部に配されたメンブレンの能力によるものです。ただこのメンブレンによってやっぱり着ていてですね、多少のゴアつきだったり硬さが生じるっていうのは否めない事実であります。まあ、アウトドアであればもちろんそれは強力で心強い機能性にはなるんですけど、街中で私たちが着る中では必要ないオーバースペック要素と捉えることもやっぱりできますよね。そのためゴアテックスの最大の特徴である防水性というのを落とすことで、トレードオフとして着心地の良さっていうのを持たせる仕様になってます。まあ、その代わりですね、防風性と透湿性に関しては同等の機能を持っているため、大雨が降っていても傘を持っていたりすれば、まあこれ本当に十分に着れるぐらいだと思います。まあ、これそういった部分においてシルエットだったり素材感を損なうことなく街でですね、感じよく着られるという部分が最大の特徴になってますね。こちらのアトム LT フーディーはですね、とても本当に気に入ってます。今でも結構着る日が多いです。もともとがこれアウトドア用として私は手に取ったプロダクトになってます。まあ、ただですね、アークテリクスのブランドイメージと合わさって宣伝はされているんですけど、どうしても街中で感じよく見えるかというと、私はよくこれ着てて妻に言われるのが、なんかおじさんみたいだねっていう風に言われるんですね。まあ、そんな感じに見えなくもない天然さっていうんですかね、そういうところがあります。まあ、もう少し感じよく映ったらなっていうところはやっぱりあるところなんですよね。まあ、そんな中で今回手に取ったこちらのソラナフーディー、私は今回 L サイズを選択してみました。これあえて今回大きく着ることで、タウンユースプロダクトとしてのメリットを現代シーンに合わせて最大限に発揮してみたいなっていう風に思って L サイズを選択してみたんですね。振り切ったぐらいの、本当は XL でも今回いいかなと思ってました。まあ、ただ XL だと結構使用できるシーンが限定されるのかなという風な気もしたので、今回は L サイズに留めているっていう感じですね。でも L サイズちょうど良かったかもしれないです。ちなみに私は身長172センチ、体重58キロで、痩せ型でありながら肩はちょっと出ているような感じですね。参考にしてもらえれば嬉しいです。まあ、そんな考えを持った方が多いためか、店舗では S サイズ以上が軒並み欠品してましたね。今でも多分ないと思います。はい、そうですね、今でもソラナフーディーのメンズは、私のこのカラーのブラックは S しかないですね。 XS と S しか販売していないっていう状態です。まあ、そんな感じで私の好きなネットショップで通知が入った瞬間に残っていた L サイズを購入できた感じですね。アークネッツさんで購入しました。で、このソラナフーディーのですね、大きめなオーバーサイズのトレンド感を数年前に作り上げたのは小森のデザイナーさんですね。このソラナフーディーをですね、あえてオーバーサイズの XL で羽織るような
き方が感度の良いファッション好きの方にどんどん広まっていた形になりますね。まあ、そんな感じですね、似たようなフーディが2個揃っている状態なんですけど、以前紹介したアトムフーディの XS と今回手に取ったソロのフーディの L サイズ、まあ、毎度毎度妻からですね、なんでまた同じ鳥のやつって言ってるんですよ、鳥のやつ買ってるの、なんで同じパーカー2個も買うのっていう風な感じに言われてしまうんですけど、いや全然違うんですよ、もう違うんだよ。ちょっと今あっちで妻が仕事してるのでちょっと行ってみました。違うんですよ本当に。個人的にはしっかり使い分けができそうで、購入して満足はしてますね。まあこんな感じで2つのシルエットを比べてみましょう。まあこうやって見てみるとシルエットの差っていうのがもうはっきり分かりますよね。これだと使うシーンもかなり異なってきますよね。しっかり寒さや周りの環境から守られてるというイメージがあるのはアトム LT で、街の風景に自然と溶け込んでいるという感じがあるのはソロのフーディーといった印象ですね。まあ、そんな面で同じフーディーでもアトム LT フーディーとはかなり用途が違うなというこちらのソロのフーディーですね。はい、ではそれぞれのポイントを見ていきましょう。ソフトな風合いをダイレクトに活かせてスタイリングに幅を与えてくれるソロのフーディーですね。ポイント見てみましょう。まずこちらですね、表面のゴアテックスインフィミニアム素材は防風性と撥水性を備えており、透湿性ももちろん兼ね備えているので湿気も発散してくれます。でこちらはポケットですね。ポケットは十分な大きさで YKK ジップなんですけど、大きな特徴はないジップですね。広さは十分に取られています。で腰の部分にはリフレクターが配されており、これ都会的な印象を与えられますねと言いたいところなんですけど、このリフレクターはですね、今季2022年 SS 春夏の分から取り入れられたものなんですけど、正直これ私は気に入ってないです。ここがなければもうちょっとシンプルでミニマルにこなせたのになという風なところではあるんですけど、まあこんな感じでリフレクターがついています。で裾周りはドローコードがありまして、好みのサイズに調整することができます。ちなみにある程度コードを引くとこんなシルエットになりますね。寒さが厳しい冬の街などでこれは効果が発揮できそうです。またまあ裾周りはゆったりしたシルエットになっているので、ヒップまですっぽりと覆われる感じになります。春先で気温が低かったり夜の急な冷え込みにもこれであれば対応できますよね。で左の肩にはですね、シソチョウ、あの鳥のやつと妻に言われるシソチョウのブランド、アークテリクスのブランドロゴが配されています。まあ、個人的には胸元ではなく肩部に入っている、肩の部分に入っているっていう部分が好みでしたね。まあ、最近私ブランドロゴは小さめにしたいっていうのがやっぱり年齢的な部分もあって、こういうところは気に入ってますね。リラックス感のある洋服ながら感じよく演出できる部分がいいと思います。で続いてフード部分ですね。裏地付きの大きめのフードになっており、暖かさが感じられますね。被るとこんな状態になります。すっぽり頭全体を覆ってくれますね。こちらもドローコード付きで引くことによりタイトになり暖かさが保たれます。はい、そして最後ですね、裏地です。裏地はこれ結構あったかいんですよ。肌触りが柔らかい肝ポリエステルになっていて、どこか薄めのフリースっていったような感じですかね。ちょうど良い程よい暖かさが保たれます。これ上着のチョイスに困る秋口だったり、今の春先の季節などには本当にちょうど良い暖かさだと思いますね。といった感じで各部はこういった形になっており、立体裁断と脇部分のマチでかなり動きやすさは本当に高いです。リラックスしたサイジングなのでストレスっていうのは全くなく、本当に楽に着られるところが私はすごく気に入ってます。まあ、こんな感じで中を T シャツだけでラフに合わせるのもいいですし、コートの下にレイヤリングして硬さを和らげることもできますよね。シャツに合わせれば程よく感じよく見せることができますし、季節やシーンに対して非常に汎用性が高いですね。生地自体もダウン系ラインとは比べ厚みがこれないんですよね。なので丸めてバックパックに入れておくなんて選択肢も持てるところがいいなと思ってます。まあ、そんな感じで各部紹介していきましたが、本当にこれ春や秋の街を過ごすにうってつけのアーバンアウトドアプロダクトだと思いますね。はい、ということで今回はですね、アークテリクスの2022年新作のこちらソロのフーディーを紹介してみました。まあいろいろ紹介しましたが、3つまとめると私が感じたところはですね、1つ目が防水性にこだわらないゴアテックス性質で、タウンユースとしては十分な機能性を発揮してくれるっていうところがいいなというふうに思ってます。であったり、薄くてこれ本当に軽いんですよ。なのに透湿性はしっかりとあって風は通さない、外出時に持ち出しやすい、この気軽さがめちゃくちゃいいですね。
そして最後3つ目は、様々なスタイリングに合わせることができて、季節やシーンに対する汎用性がめちゃくちゃ高いです。いやもうこれ妻には同じフーディーなんては言わせないですよ。本当にこの空のフーディーはめちゃくちゃいいですね。という感じの3つの特徴が私はあると思ってます。今春ですね、ちょうど暖かくはなってきたんですけど、やっぱりまだ寒いじゃないですか。今日とかめちゃくちゃ雨降ってて10度ぐらいなんですよ。そういう時にコートを着るまでもないけど、こういうのがあればいいっていう時あるじゃないですか。そういう時に本当にちょうどいいウェアですね、この空のフーディーは。まあ、夏場以外は使い方によってオールシーズン使えると思いますし、使いやすさも抜群のウェアなので、クローゼットやバッグに1着あるとめちゃくちゃ便利です。今日紹介したこの空のフーディーは動画の概要欄に製品リンク載せてますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、今日はアクテリクスの新作フーディー、こちらの空のフーディーを紹介してみました。はい、ということで、このクマログ生活の山小屋では、ライフスタイルやガジェット、ファッションについて日々発信をしています。今日の動画が参考になった、アトメルティフーディー購入してみたけど空のフーディーも手に取ってみたくなったというふうに思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録だったりいいねボタンもお願いします。まあ、このチャンネルに関しては発信がちょっと不定期にはなってますので、チャンネル登録してくださっている方もベルのマーク、通知のマークをオンにしていただけると、発信した時にですね、皆さんに直接動画がすぐ見てもらえると思いますので、ぜひしてもらえれば嬉しいと思ってます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。